皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。列車に乗って旅をするとき、遠距離であれば新幹線に乗るのが普通ですよね。全国に新幹線の高速鉄道網が整備されており、列車の旅も便利で快適です。しかし列車ならではの旅の情緒を感じるには、やはり寝台列車での旅も忘れてはいけません。夜を徹して走る夜行列車はかつて日本全国を走っていましたが、交通や社会の変化によって現在日本の鉄道では毎日運転している夜行列車は2列車しか残っていません。東京から出雲市間を結ぶサンライズ出雲と、東京から高松間を結ぶサンライズ瀬戸です。一方、お隣中国では日本と同じく高速鉄道の整備が進んでいるにもかかわらず、夜行列車が多数運行されているようです。中国では鉄道運賃が安く抑えられており、運賃面のメリットを考えて夜行列車を利用している人も多いんだとか。では日本と中国の寝台列車にはどのような違いがあるんでしょうか。今回は海外のネット上で投稿されたある外国人女性の日本と中国の寝台列車について語ったエピソードを紹介したいと思います。私は父親の仕事の関係で北京に住んでいたことがあるの。中国は大きいし、国境で他の国と隣接しているから、とても長距離を列車で走ることもあるの。北京からラサに行くまでだと、なんと54時間も電車に乗り続けることができるの。そして私は中国で生まれて初めて寝台列車に乗ることになったわ。北京からハルビンまでの列車に一人で乗ってみたの。1000キロ以上の移動で、私は高級南下で部屋にした。高級南下っていうのは二人部屋で、個室にはトイレに洗面台までついている最高級クラス。私はワクワクしながら寝台列車に乗ったんだけど、正直結果はとても残念なものだった。せっかく最高級クラスの部屋を楽しめると思ったのに、その部屋にはもう一人男性がいたの。どうやら中国の寝台列車は二人部屋。知らない男性と二人っきりで鍵のかかる個室に一晩一緒にいるのはさすがにきつく感じた。だからスタッフに声をかけて席を代わってもらったの。それで女性との相部屋になることができたわ。ただ他にもがっかりしたことがあったの。トイレを使おうと入ったらトイレットペーパーがなかったのよ。これでは個室にトイレがある意味がない。だからスタッフに行って補充してもらったの。まあそんな感じで私の鉄道の旅は始まったんだけど、正直言ってあまり満足できるものではなかったわね。最後尾には食堂車もあったんだけど、そこで売られていたのはチンして食べるラーメンとお弁当。ラーメンを食べてみたけど、あまり美味しいとは言えないレベルだった。それでも私の個室はかなり良かった方だったと思う。食堂車に行く途中、高画クラスの部屋のドアが開いていて中が見えたんだけれど、2段ベッドが2つ置いてあるだけ。それも距離が近いから、体が大きい人なら寝返りしただけで隣のベッドに行けちゃうかもってくらい近かった。おまけに上の段は天井が低すぎて、おそらく女性でも天井に頭がついて座ることはできないと思うわ。それに高画は基本オープン式で、騒いでいる人もいたから、あれでは一人でのんびりしながら列車に乗るのは無理だと思う。まあそんなこんなで、私の初めての高級寝台列車の旅は残念な結果に終わってしまった。それ以来私は寝台列車に対して興味がなくなってしまった。でもね、それからしばらくしてから、私の友達が日本に留学していて、日本に行くことになり、寝台列車に乗る機会が訪れたの。友達と乗った電車はサンライズ。切符を買った後に調べたら、東京と山陰、四国エリアを結ぶこの電車は日本で毎日走っている唯一の夜行列車みたい。この事実を知って、やっぱり日本では需要がなさそうだし、
正直あまり期待できないかなって思っていた。でもね、これがすごかったのよ。私たちはサンライズツインで部屋を選んだんだけど、なんと2段ベッドじゃないの。ベッドが2つ並んでいて、広さにもかなり余裕があったわ。それもちゃんと寝巻きまで用意してあって、枕元には枕元灯がそれぞれのベッドにあって、ベッドの間には物が置けるようにテーブルがあって、飲み物なんかも置けるの。それに窓がとても大きいのもとても嬉しかった。私も友達も電車が出発した時はもう興奮しちゃって、ホームに立っている知らない人に思わず手を振っちゃったわ。しかもこの列車の驚くところが、電車の中でシャワーが浴びられるの。シャワーから出るお湯の時間制限があったけど、とても車載シャワーとは思えないくらい水圧が強くて、ストレスなく体を洗えたわ。中国の寝台列車では普通の手洗いの水道でさえちょろちょろだったから、これには本当に感激した。シャワーのおかげですっきり爽やかになって、女の子にはとってもありがたいサービスだわ。それでこれも後から知ったんだけど、サンライズはほとんどが個室か、私たちが泊まったツインの部屋みたい。だから女の子一人旅でも全然問題ないのもとてもいいところだと思うわ。基本的に飲食は個室でできるんだけど、列車内には可愛いラウンジもあった。そこは食堂車ってわけじゃなかったんだけど、窓に向かってテーブルと席が設けてあって、風景を眺めながらお酒を楽しんだりすることができるの。私たちもシャワーの後、ここで外を見ながらビールを飲んだんだけど、もうこれは最高の贅沢だった。目的地に着いてほしくないと思えるほど充実した時間を過ごすことができたわ。本当、なんでこんな素晴らしい列車がサンライズだけになっちゃったのか不思議で仕方なかった。料金も今回私たちが利用したツインは1人7,700円、それに運賃と特急料金が12,400円で21,000円で利用できるのよね。この間私が乗った中国の高級南下の料金が約10,000円だから、それぞれの国の経済状況から考えてみてもかなりいいと思うんだけどね。でも日本の寝台列車が減っていることは残念だけど、その代わりにクルーズトレインっていうのが今大人気みたい。これまでの日本の寝台列車よりさらにすごくなっていて、内装や食事、サービスなどは最上級のものになっているんだとか。さらに車内ではピアノの生演奏やヒノキ風呂、展望デッキなどもあるみたい。料金もかなり高くて、チケットを取るのも大変みたいだけど、いつか私もそのクルーズトレインに乗れるよう、今からお金を貯めたいと思うわ。投稿は以上のような内容となっていました。この外国人女性はサンライズでの旅をとても楽しんでくれたようでした。移動手段そのものも楽しむことができる寝台列車。新幹線では味わえない魅力があるのがいいですよね。ちなみに中国メディアも日本の寝台列車について何度か取り上げていたことがあります。サンライズについても取り上げていたことがあり、最安値の普通車指定席、のびのび座席の様子を紹介していました。記事では設備が整っており、とても清潔だと伝えており、中国ネットユーザーからも、日本は小さな空間の設計を極めるのが本当にうまい、これは中国も見習うべき、日本の寝台は上下2段しかないというのがいい、中国は3段だから狭すぎる、我々の寝台列車は真ん中と上の段だとまっすぐ座れない、など日本の寝台列車の様子を羨む声が多く寄せられていました。また中国メディアだけでなく、外国人 YouTuber や海外のネット掲示板でもサンライズの様子はたびたび紹介されており、海外のネットユーザーから様々な声が寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。この電車をデザインした人はとても良い仕事をしたと思う。2015年に一度サンライズエクスプレスで岡山から東京間を旅したことがあるよ。 JR パスを使ってのびのびシートを利用したけど、とても良い経験だったよ。
もう他の寝台特急がみんな引退してしまったのは残念だと思う。寝台列車でパジャマを提供しているとは信じられないね。この電車は僕が泊まったいくつかのホテルよりもずっと良さそうだ。日本の文化は他の国とは違っている。日本人は他者を尊重してどこであろうとうるさくしないし、綺麗に整頓する。だからこういう列車が活用できるんだろうな。シャワーが短いのが泣ける。せめて10分にならないかな。電車の旅っていいよね。深夜窓ガラスに見える家の明かりを見て、どんな人たちがどんな暮らししてて今何やってて明かりつけてんのかなとか、ぼーっと考えたりするのが楽しい。とても清潔で綺麗なところが魅力的だわ。これを見て日本に行ってみたいという夢が増えた。深夜に車窓から流れる風景、周囲は音もなく、ただ列車のガタンゴトンって音だけが耳に響く。こういった話を聞くと、寝台列車に乗って旅に出かけたくなりますね。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。